で、ひっくり返して、まあ、ちょっとこんな、いい色ですね。すごくいい色じゃないですか。超料理屋さん、リュウシです。ということですね、今回はなんと、コラボ動画でございます。もう右手に持っちゃってますけど、あまりにも飲みたすぎて。こちらですね、ジェイコブスクリークさんの、シラーズカベルネ、これとのコラボでございます。そしてですね、今回作るのがなんと、チキンステーキですね。皮がパリッパリとしたチキンステーキ、皆さん食べたくないですか？そして今回はですね、コラボということでソースをですね、赤ワインをふんだんに使った古典的なソースなんですけども、バウージュソース、このね、シラーズカベルネめちゃめちゃ相性がいいんですよ。なので今回は食べて楽しい、飲んで楽しい、最高の料理動画にさせていただこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、今回、チキンステーキを作っているんですけれども、材料紹介します。鶏もも肉、もうこれスーパーで買ってきたものです。300g ちょいぐらい、310とか320g ぐらいの鶏もも肉ですね、用意してください。で、バターをちょっと2段階右折で使うので、これが、第一のバター、第2のバターです。はい、10g ずつですね。オリーブオイルです。玉ねぎ、香り付けの玉ねぎです。コンソメです。で、あと薄力粉、一番大事なのはこちらのジェイコブスクリークシラーズカベルネですね。で、今回はですね、バンルーズソース、入れてた今怪しかった。じゃあもう一回言いますが、バンルーズトースです。それを、作っていくということですね。バンルーズソースっていうのは何かっていうことですね。赤ワインで作ったソースのことです。はい、フランスのソースですね。すっごく濃厚でコク深く仕上がるソースなんですよ。で、ここの肝になるのが赤ワインなんですね。あら、ここに上等な赤ワインがありますので、シラーズカベルネ飲んでですね、今から使う素材の味を確かめていきたい、こういうことですございます。ベリー系の香りが、いただきます。コクがやばいんじゃ、これ深みがありますよ、これね。まず間違いなく今回のソースに非常にマッチングします。チキンステーキと非常にペアリングがね、最高にマッチすると思いますので、そろそろやってていいかな、やってていいかな、いいと思う。玉ねぎをスライスです。玉ねぎスライスいきます。で、今回は玉ねぎはね、あの具材としてではなくソースの香り付けで使います。これがね、このバンルーズソースの特徴でございます。お肉ね、まあ僕はねあんまりお肉って下処理しないでいいと思ってるんですけど、まあ今回試行シリーズなんで、まあね、こういうところはね、切るって皆さん言うと思うんですけども、僕切らない。なんでかっていうと、鶏皮うまいから。この筋、これはね、切らない。筋もコリコリしてうまいから、ここね、ちょっと不格好でしょ、これ。こんなに切らない、鶏皮うまいから。何を切るかっていうと、ここら辺です。あの熱いところ、ちょっと開いてください。熱の通りが良くないので、こうやって開く、ちょっと切れ目入れる。そうするとこの厚さが均等になりますよね。こうするとですね、火の通りが、均一になりますので、それだけやってください。おもてなしとかだったら切った方がいいです。ただ自分で食べるためには、あの味変わんないのでやんなくていいです。はい、塩はね、 300g に対して小さじ半分ぐらい。はい、これはね、お肉の下味って肉の重量の 0.8% ぐらいがいいっていうふうに。で、ソース作ってる間に肉にこの塩が浸透しますんで、そうするとですね、肉の内部に味が、染みてですね、非常に美味しいチキンステーキになります。はい、皮に、身1ぐらいにした方がいいです。ちょっとごめんなさい、今回逆だったんですけど、まあ、あんま細かいことを考えなくてもチキンステーキですから大体うまくなります。はい、この小さいフライパンに火かけます。そしてバター 10g ね、これも入れちゃいます。あ、これにソース作ってるんですよ、皆さん。で、バターが溶けたらこの玉ねぎ、やっぱりね、玉ねぎを炒めたこの香りをソースに移したいから、まあ、中火ぐらいでいいですね。飴色まではいかなくていいです。色づくまで
パネギのね、この香ばしい香りってアリシンっていうね成分なんですね。これがね、この香ばしい香りがしてくるんでね、これをソースに移したい。で、色づくっていうのはね、大体これぐらい、ちょっとまあ薄茶色になったぐらいかなみたいな感じですね。ここでシラーズカベルネです。香りがいいですね。今回はちょっと贅沢に、200cc、 ここでここからは火強火です。コンソメ小さじ1杯。通常ね、こういうのは使わないんですけども、フレンチとかだと。ただ日本人が好きな味付けにするためにコンソメ入れてます。ワインはね、あの強火でやると火つくんでね、はい、あの火ついても慌てないでフッてやれば消えるんでね。だから 200cc だったんだけど 50cc ぐらいまで落とす。強火でいいです。ワインの持ってる旨味を4分の1にキュッと凝縮することによって、その力強いお肉に合うソースをこれから作っていく。ちょっと今日手間かかるね。美味しいワインをさ、飲むためにはさ、美味しい料理が必要だと思いませんか皆さん。なのでこれは作ってみる。肉の焼き方だけでもね、結構あのためになるので、それだけ見ていただいて他のソース使っていただいてもいいんですが、バンルーズソース相当うまいですよ。これ経験してない方は絶対一回やってほしい。もうほんと強火でいいです。煮詰めることが大事。常温にしたバターね、薄力粉小さじ2分の3、これ入れます。これもフレンチの手法でブールマニアって言うんですけども、バターを小麦粉に溶かしたものをソースに加えることによってとろみをつけるっていう手法ですね。かなりあの玉ねぎが浮き上がってきてますね。これぐらいになったら OK です。ちょっと火止めましょう。入れていきます。はい、で入れたら、まあ、ちょっと火つける。ダマにならないっていう。ブルマニエっていうのはこのバターと混ぜて、このソースと、やることによって、とろみがつくっていうやり方なんです。ほら見てください、めちゃめちゃとろみついてますね。これね、これがもうチキンソテーとベストマッチです。これちょっと煮詰めて、もうちょっと煮詰めてやりましょう。このとろっとしたソース、これを後で鶏肉と合わせていきますということで、まあちょっと材料紹介の時に省いちゃったんですけど、ニンニクね、潰したニンニク一かけ入れます。ガーリックオイルでね、やった方がやった感が出ますんでね。オリーブオイルを、そう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 、小鍋用意してください。フライパンの大きさに合うような小鍋。お湯をね入れてほしいんですけども、でお湯ってやって出る温度がまあ大体41度ぐらいなんですけど、41度のお湯を入れてください。水でもできなくはないんですけども、水だと肉が冷えちゃうんで。ガーリックオイルを作っていく。ニンニクオイルができましたら、ここにもうねチキンステーキ入れていきます。ニンニクはね、もうちょっと焦げっぽいから、もうこっちに乗せちゃいます。中火でいいかな。で、これかぶせるじゃん。お湯を置く。おもしする。そうすると皮の面がフライパンにあのくっついて、めっちゃパリパリのステーキになる。そしてこの押しつぶされた鶏もも肉を見ながら飲んでいく。ヒュー。フライパンはね、大きいのでも全然できるんですけども、小さい方が熱がこもって、だから火が通りやすくなりますよね。基本はね、皮目を8割から9割ぐらい火を通します。アルミホイルもかぶって焼いてるんで、外側も結構火が入ってきます。なんで下をもうパリッパリに9割焼いてから、裏返して焼いて、火を通すっていうのが非常に大切ですね。あまり火通しすぎちゃうとね、鶏もも肉でもちょっと硬くなる。ちょっと弱火くらい、まあまあまあ、でももういいか。で、ひっくり返して、あ、ちょっとこんな、いい色ですね。すごくいい色じゃないですか。下面も焼いていきます。皮今パリッパリなんですよ。結構弱火焼いて、一番熱いとこって言ったらここですね。ここが一番熱いですね。ここをね、サクッとこう、通してで、数秒待つ。そして唇で温める。で、熱ければ火取ってます。はい、熱いんで火取ってますね。じゃあ、お皿に持ってます。チキン汁、あの、もったいないじゃないですか。ソースに入れます。はい、ちょっとでいいから温めましょう。はい、すいません、ちょっとあの酸味があったんでね、ちょっと砂糖、ね、小さじ半分ぐらい入れます。ごめん、あの、3分の2にしよう。砂糖、仕上げに3分の2入れて、まぁ、ちょっと少し甘めに仕上げました。このバンルーズ最高です。最初にお皿流します。こうやって全部お皿に広げましょう。本来はこの玉ねぎ取り除くんですけども、
多分ね、これぐらい煮込めばね、玉ねぎのあの感じもすごく美味しいと思うんで、このチキンスイーツですね、おてんと黒胡椒、僕は少しかけた方が好きかな。チキンステーキ完成でございます。それでは食べていただきます。ありがとうございます。この勝負俺が終わらせる。でもおぼろこソースを塗って。ほのかに酸味があって玉ねぎの香りがする。このバンルーソースめちゃめちゃうまいね。ワインを詰めて旨味を凝縮してダブルまでつなぐっていうやり方、これがうまいんですよ。これはね、他のお肉とかでも美味しいんで、ポークソテーとかもめちゃめちゃ美味しいです。一瞬でこれ食い尽くせるなんですが、今日はワインのね美味しさを分かち合いたいと仲間を連れていきますので、召喚ということで、じゃあまずはこのジェイコブズクリークのシラーズカベルレ。美味しいですね。ワイン好きの好きなワインってあるじゃないですか、はい、ワインはそんなに好きじゃないけどワイン飲むよっていう人が好きなワインってある。多分後者ですね。後者ですね。これはワイン好きからしても美味しいじゃないですか。あ、ワイン好きが言う。いや、ちょっと そこまで言うんですけど、すごい口当たりいいですよね。深みがあって俺は好きだな。召し上がってください。うまっ。あー、うまい。程よい酸味とめっちゃジューシーなお肉。なるほど。飲む酒と調理に使う酒を同じにすると最高のペアリングになる。表面し合ってますね。だよね、絶対にこれで飲みたいっていう強い意志が生まれてくる。すごい。ありがとうございました。あとでこれで酒盛りします。はい。はい、ということで皆さん、私のチキンスイーツはどうでしたでしょうか。ぜひ皆さん、こちらのジェイコブズクリークシラーズカベルレ、一緒にですね、このチキンスイーツと一緒に楽しんで、ぶち上げエブリナイトにしていただいてお願いします。このチキンスイーツと、このシラーズカベルレの、相性のさ、最後に伝わったかな。はい伝わったかな。ちょっとありがとうございます。はい、伝えます。いや、俺もなんかもう結構ちょっとあまりにも美味しすぎて結構すごくいい感じになってしまったよね。逆に付き合わせて悪かったなとそういう感じもありますけど、いや本当に美味しいです、料理が。